セブンのタッタンさんありがとう。こちらこれ美味しい。ナグッチファンタムさん、せーちゃんこれ美味しい。キャーンポクピグさんタワーじゃない。なにありがとう。なにこれ甘いパンタワー、ありがとうフォクピグさん、ありがとう。うん嬉しい。大ちゃんありがとう、いっぱい。たかっぴさん、たかっぴさんありがとう。ねえでかいのなんか来てる。きゃー、あんみつなんちゃらだ、あんみつのやつや。ギフト解禁ありがとう。大ちゃんさんいっぱいあれをなげて、クキオさんもありがとう。キャン、なんかえゆつなばらさん、あーありがとう。ゆぶね使ってるやつや、パンダが。イチローさんありがとう。何食べてるん。このねセブンの抹茶、抹茶イベなんで、抹茶イベってか抹茶これ抹茶のセブンのやつアイス、なんだクマさっき来たな。あれチロシさんもありがとう。タワーじゃないけどね、そうタワーじゃないんだよ。なんかタワーじゃないけどタワーなんよ。やばい、いっぱい。ルーノさん、カメさん、画面がすごいことになってる。たい焼きね、すごい。カメさん、なにこれ、羊羹、羊羹ですか。うん、ありがとう。タワーペンギン羊羹ありがとう。今から買いに行ってくる。これ美味しいね、初めて食べた。分析でいられて終わってた。マークイズのマークイズももちの1階にあった、あるあったんだよ。アイスアイス、あらら、ちょっと待ってください。ヤシタンさん、キャーイベント中です。なんかね、たい焼きイベントのなんか20万ポイント達成したらなんかフルーツ大福もらえるっていう。いやー嬉しい。ちょっとヤシタンさんありがとう。しいよ、ありがとう。ヘルシアさんありがとう。あんみつクリショウさん、あおいちゃん、にゃー、博多誕生会も届いてんのか。お待たせさん、ありがとう。このアイスは美味しいよ。たい焼きが泳いでる、かわいい。練乳好きな人はねいいね。これ加誕上階
スタンドも来た？フレーム写真すげえ長文だったんすけど。みんな届いてる？メッセージの量に驚いた。だってでも私結構一人一人ね、なんかグッズとかね、グッズの分とかって結構私長文なんよ。やっぱ買ってくれるだけありがたいし、なんかこれぐらいしかできないけどっていう気持ちではあるし、一人一人にかける機会ってなかなかないから、メッセージをみんな全部一緒のパターンがまあ多いじゃん。だから一人一人にメッセージを送れる、かける、直筆のかけるのはあんまないんで、この博多誕生会の時のやつも結構一人一人に向けてちゃんと書かせていただいてる毎年。そうだから結構時間がかかっちゃいました。申し訳ないけどもね、すごい時間がかかったんで。そうポスターはなんかあんま長くない方がいいかなって思っちゃった。飾るやつだから短文にしようって思って短めに抑えたんだ。あら、大ちゃんさん、キャー、なんか甘いパン、タワー2個来た、ありがとう、ありがとう、大ちゃんさんありがとうね。うん、嬉しい。ポスターはちょっとなんかポスターらしい感じにした。わかる？伝わる？なんかポスターって感じの文章にしたの。どう？あれはあれでよきかなっていう。あのピンクの浴衣です。太めのコップ、そうなの？そうなの？てかあれ、グッズいつからなんだろう、浴衣のグッズは。大ちゃんさんいっぱいありがとうございます。ポスターもあったら買えばよかった。まだ今買えるよ、今日初日です。あ、初日じゃない、あのあれ、あ、イベントね、イベント。そうポスターは小太郎さんありがとう、キロッチさんありがとう、ムサさんありがとう。いつから発売中？19まで、6月19日までだ。生写真と浴衣グッズは19日まで。 BB さんありがとね。浴衣美人だ。浴衣はね結構似合うって言われがち、言われます。私が好きなんでね、浴衣すごい。でもお手紙レベルやんって、本当あの一人一人にね、まあしっかり書いたんで、メッセージだから、あの博多誕生会のやつは送るの遅くなったのよ結構。舞台と被ってて、それを書く期間がだから、めっちゃ徹夜とかして夜遅くまで書いたり、舞台のその稽古のとなんか隙間時間とかに書いたりとかして、握手会の隙間時間ちょっと書いてたりとかして、結構一人一人時間かけました。まあグッズは私は結構本当皆さん買ってくださるのは本当ありがたいことなんで、なんて言うんだろう、そういうみんなにかけるメッセージをかけるグッズとかは、あのサインと一言だけでいいんだけど、本当は
私はなんか初期から心がけてるのは、なるべくなんかメッセージ書けるときは書きたいなっていう気持ちでいるんですね。クワトロさんありがとう。なんかなんていうんだろう、文を書く系のやつは私結構しっかり書くようには、しっかり書くっていうか、私書くの、文を書くのも好きだからっていうのもあるんだけど、割と初期から心がけていること、これは入ってからっていうか、まあファンの方に届くものは、ファンの方に渡るものというか届くものは結構そのしっかり書くって感じ。ちゃんといつも。キングさんありがとう。そうっていうのは、まあなんかなんて言うんだろうね、できることがあのこっちもね、あのやっぱグッズ安いものじゃないんで、安いものじゃないからもうこれしかできないっていう感じですけども、そうだからまあそのゲットしてもらえたら嬉しいなっていう気持ちよ。クロちゃんさんありがとう。チャット全員登録特典実質お世話もらえるらしい全員はちょっとでもあの大丈夫ですよ、あの全員チャット登録しなくても、まあちょっとあれだね、全員登録したらっていう宣伝した方がいいのかな、やっぱ取った方がいいですよとかいう宣伝した方がいいのかな。いやでもな、いやそんな取んなくてもまあ余裕のある方だけでいい、アイリの取ってくれりゃそれでいい、とりあえず。うん、アイリからは以上、アイリの取ってくれたらいいよそれでっていう気持ち。なんかさありがとう。ゆうもんさん、だいちゃんありがとうございます。ズッキーさん、確かちょっと茶色です。みーさんありがとう。あいちのしか撮ってない。ひぃふぅ、ゆうもんさんありがとう。アイリーの撮って皆さん、うんうんうん、通知やばそう。確かに明日明後日ね、分かりみすぎて悲しい。確かに、ね、分かりみ1437ありがとう、うん、そうですよ、全泊じゃないもん、私早起きだよ、だから明日めっちゃ早起き。ピエンアガッチさんありがとう、こんばんは。ショールームしたら準備しないと、明日の準備しないと。大ちゃんありがとう、いっぱいありがとう。今何ポイントいってるんでしょうかね。あと1,6万マジ？
14万くらいもういった。キャー、ありがとうじゃん。そんな一発で20万とかいったことないよ多分1日で20万とかいったことないかも。普通にないかもな。1日では今までないかもしれない、もし達成できたら。いや久々だからね多分私がこれキャンペーン参加したのはちょっと久々だからっていうのもあります。すごいね。でもそうね、だからキャンペーン、このキャンペーンで1位になったら鯛焼きかぶり物ゲット、なんかもらえ、なんか送られてくるらしいんで、それかぶらざるを得ない状況にはなります。で鯛焼きを食べる配信はしないとだし、かぶりも欲しいか言われたらどうでしょう。みんな的には見たいんだろうけど、そのかぶり物をしてるのを、うん、鯛焼きかぶり物、あとね、なんかそのフルーツ大福と高級焼肉券ゲットあとみんなアバターがもらえるらしい、タイヤキングの。タイ焼きはだけどどうなんや、なんだよこれ、私もわかんないんだけど、そのタイヤキング、クロチャさんありがとう。プチベだな、プチベ。キャー待って、今想像しちゃった、自分がたい焼きのあのかぶり物してる姿を想像しちゃったけど、なんかもうおもろいでしかないな。絶対に大ちゃんさんありがとう。あ、葵ちゃんさんありがとう。葵ちゃん、水ようかん、ありがとう。やったー、水ようかんタワー。今日ナスビやめて、ナスビやめて。大ちゃんさんありがとう。カメさんありがとう。やった、確かにサボテンでたい焼きのかぶり物つけると明日お話しくれて、やばいね。え、来てくれるの、クロちゃんありがとう。国翔さんありがとう。ちゃんとくさんありがとう。サボテンでかぶるとたい焼きを情報量、いくわ、イエーイ。でも今日で終わりじゃないんでね、このイベ19g なんで、確か、あ、19だっけ、10何日、18くらいまであった。
18まであった。長長い長い。18にもし1になってたら、あのかぶりもあれタイヤキングに輝けるけど クイショーさんありがとう。もう毎日配信してるんで、そう、コイキング的なやつよな。裏祭り開放中。クリショーさん、おいちゃんさん、ありがとう。タイヤキングの美しきものでかぶってほしい。おかしいだろおかしいだろ。もう美しきものの雰囲気台無しよ、全壊し。頭弱視やめて。え、頭弱視より結構好きだったんだけど、小学生の頃。目立ちます。国翔さんありがとう。タラダッタラダッタ。たい焼きのかぶり物は似合うと思う想像して、アイディがあのかぶり、たい焼きのかぶり物をつけてる。で、たい焼き食べてんの。じわるよね。シュールでしかない。うん。はい、似合いました。あ、もう脳内で。脳内で装着。似合っちゃったか。もうつけてもないのに似合っちゃった。でしょ？うん、私ね、白あん、あ、でも天神駅にあるじゃん、たい焼き屋さん。あのね、なんかあそこのたい焼き美味しいよね。なんか金、なんかお芋のやつとか、あれ好き。国翔さん、本当はあれカスタードが好き一番でも。青い茶さんありがとう。カスタードが好き。たい焼き売ってたら面白い。売れそうやない？ナルトたい焼き、それだ。カスタード好き、白あん好き、こしあん、でも粒あんも全部好きだよね。あれ嫌いな味ない。たい焼きは頭から食べます、私は。ありがとう。尻尾から派の人もいるね。カリカリしてるところから食べてみたいな。私は頭からガブッといく。ポテサラたい焼きね、それ。そんなのあるの？真ん中割ってから食べる。ああ、なるほど。シェアするとかじゃないの？シェアとかでもなく、それ一人で食べるときは真ん中くぐって。なるほど。腹から、え、胴体、え、そしてもいいんだ。カレー、ズッキーさんありがとう。お好み焼き、たい焼きは食べたことあるわ、私。知ってる。食べたことあります。あれね、美味しいよ、めっちゃ。ふわふわ系生地。むっちゃんまんじゅう、
ってる。チョコ味あんの？でも福岡はたい焼き屋さん全然知らないわ。そこの天神しか知らない。ひろゆきさんありがとう。あんこがない分口直しします。ああなるほどね、そういうことね。はあ確かになるほど。昔は粒あん食べれなかったけど今は好き。粒あんが好きよ。粒あん好き、こしあんも好き。ペーナさんありがとう。大ちゃんさん、かくえさんありがとう。クリショさんいっぱいありがとう。粒はね、ね、確かに残るのがねあれだって言うけど、私はちょっと好きになった。大人になって好きになった。あーでもカリカリがいいね。尻尾はカリカリがいいね。あーうわーねー、空いてきた。大人マウント大人マウント。抹茶のあるかな、たい焼きこんな色の。明日トーク会参加します。ありがとう、楽しみにしております。緑のたい焼きないよね。あー大判焼きって呼んでます。私大判焼き、回転焼き、今川焼き、今川焼き台湾なんだっけ、た大判焼き、回転焼き、いろいろあるのか。大判焼きか今川焼きだな。回転焼きとは言ったことない。たったんす、しめじゅうさん、だいちゃんありがとう。達成したって、達成しました達成しました。過去最速多分。過去最速です。皆さんありがとううそ、ありがとう。最速では、アイディ的に、個人的には多分最速で達成したと思う。キャンペーンあや、ありがとうじゃん。マジか、30分くらいで達成して、ひー恐ろしい。爆投げありがとう。たい焼きただいま5位だって。1位かキングね、たい焼きキングね、いけるかな。ランキングのイベントはたい焼きギフトのみ、ランキングのイベントは大ギフトのみ。あ、どうなんだろう、そういうことなの。ちょっと見てみよう。ギフトランキング
や、どうでしょうか、どうなんでしょうかと。あ、これか。あー、なるほど。跳ねるたい焼きちゃんギフトっていうアニメ、アニメ跳ねるたい焼きちゃんギフトってあるよね。多分これを投げたらってことか。そういうこと？あ、そうだ、みんな、あの跳ねてるたい焼きのギフトらしい。あ、そういうことね。なるほどね。跳ねるたい焼きのやつ、跳ねるたい焼きのやつ、みんなが跳ねさせて、跳ねさせときました、ね、ありがとう。跳ねさせていただけたら、うん、こう本当この顔がもうたい焼きにあれされるけど、たい焼キングダム、福ピグさん、大ちゃん、葵ちゃん、ちゃんとくさん、浩平さん、ありがとう。ゆりやちゃん、ありがとう。ゆしやさん、ありがとう。ひー、水槽水槽よ、水槽とかおたまじゃくしとかもうルール割れてたけど、じゃあもう19日まで、あ、18日までこのギフト投げるとしたら、この緑のこの跳ねてるやつ、跳ねてるやつ、跳ねてるギフトなの、これは緑なだけなのか、緑なのこれ、黄色なの、こう跳ねてるやつ限定にしてください皆さん、縛りで18まで、これ以外投げちゃダメいいですか、 OK、 こう跳ねてるやつだけね縛りです、18までね、お願いね投げたけどしんどいよ、でもしんどい、やめて、もうしんどい、しんどい思いはさせたくない、しんどい、あの しんどいのはもうあの直ちに中止して、しんどい方やめて、そこまでしてやらないで。大ちゃんさん、ヤクさん、もうそれをね、あの楽しいっていう、あの変わった人だけでいいから、しんどい思いさせたくない頼みます、やめて。大ちゃん、ありがとう。べさん、ありがとう。ミラボーダメです。ノーマルタは投げよう、ダメですしんどい人ダメですよ、その無理しないでください。キロッチさん、ありがとう。お財布がしないです、もうそれはもう、それはもうあのちょっと任せますんで任せますんで、跳ねるたい焼きだけね、とりあえず限定、限定で縛ります、この期間だけ、すいません、期間限定縛りますんで、よろしくお願いします。これだけね、縛るから、この18までだけ、ごめんね。りあちゃん、ありがとう。クロちゃんさん、大ちゃん、ありがとう。
明日会える方、明日明後日楽しみ。え、明日一部から来ます。あー嬉しい、やった、指つりそう。ちょっとミッション、期間限定起きて星を投げて、はい、ありがとうですよ、大ちゃんありがとう。競馬が当たったらこうでしょ、当ててくれ。指つコロちゃんありがとう。ミクリンさんありがとう、大ちゃん。キャパシティ、レーン一つ感じは僕のせいです。ありがとう、たくさん撮ってくださってる方もいらっしゃるかもしれない、嬉しいです本当に。遅くですが賛成します、ありがとう。東京、あ、横浜、あなた、あ、まあ、暑いのかな東京の方は、果たして暑いのでしょうか。葵ちゃん大ちゃんありがとう、キロッツ、また投げに行きます日曜日当ててね、勝ってね。土日はまあ普通ですね、てか雨だね日曜は多分。1枚しか、1枚だと何やって、大ちゃん気づいてたったんです、ありがとう。直接話す初めての、え、初めてでしたっけ、嘘、魂だけ参加する、おい、なんでなんだよ、なんでなんだよ、今日は暑かったの、湿気やばいよね、湿度高いんだ、なるほど、やだ、洋服はまあまあ決まったっちゃ決まった、サプライズではないね私多分。大ちゃんさんありがとう、たい焼きのかぶり物どこに売ってるんだろう、いやどこに売ってるんだろう、でもネットで買えるんじゃないですか、なんかああいうかぶり物結構売ってるよね、ドンキ売ってんのかな、なんか、コイキングみたいな、コイキングみたいな、あのポケモンのかぶり物みたいなやつは見たことありますね、それあれコイキングがちょっとよぎってしまいました、そこから来てるもしかしてやばいやばい、ネックピローの人見ないですよまだ、葵ちゃんさん、光栄さんありがとう、タートンさんありがとう、あ、そうなんだ、アマゾンにね、でもさ、でもさ1位じゃないとさ、1位の人だけがそれもらえるからさ、なんかもし1位じゃなかったらなんか買わないよね、買わないっていうか、そう、その1位になったらかぶりたいって感じやな、ちゃんとくさんありがとう、ありがとう、大ちゃんありがとう、
泳げたい焼きくん。シー取れなかった、アマゾンで。いやもう送んないで、株なんかちょっとさ、かぶったらさあれじゃない、1位じゃなかったのにっていうさ、1位の方しかかぶっ、いやなんかかぶっちゃいけないわけではないけど、大ちゃんさんありがとう、ちょっとつけにくいみたいなとこある。サイナイはね、焼肉、そうなんですよ、焼肉って何なんだろう、食事系って何なんだね。パイナップルのやば、なんだそれ。ヘアバンド、ヘアバンド私家にめっちゃあんの、ファンの方からもらってたけど全部結構あるから、ヘアバンドストックあります。日本で一番売れた楽曲で、そうなんだ、色違い恋キングやめてくれ、タイヤついてるね。大ちゃんありがとう。たい焼きのイベントなのにもらうのは、いやフルーツ大福です、フルーツ大福。そうたい焼きがもらえるわけじゃない。なんて愛知のこと言う、愛知で、愛知か愛理ちゃん、一務か村長、千村様で予約してやめてくれ、千村様予約してもいいよ別に払わんけど、その名前で予約してもいいです別に、私は関係ない。市村さん、市村さんアイディのよ、アイディっていう呼び捨て以外だったら何でもいいか、アイディ様、アイディ様、たーくんありがとう。村長って呼ぶ人いる、いるいる、村長いるね。黒木さんに送ってやめてくれ、切実ない、やめてくれ、ピピヨピはダメよ、遠くから念を送られますよ。アイディって呼び捨ての、あー呼び捨てはちょっとあんまりなんか高圧的に、高圧的じゃないけど、なんて言うんだろう、なんかなんかいい思い出があまりない、呼び捨て、なんて言うんだろうな、わかんない、いや普通に女の子から呼ばれるアイディって呼ばれるのは全然普通なんだけど、なんか男性とかだとアイディちゃんとかのがまだいいかなみたいな、うん、なんだろうな、そうね、ハブリービームいないです。457、すごい、お酒入らないとみんなねんで、もじもじ、そうなんだよ
めてよ素を隠すのやめてよ。みんな呼び捨てで弱い方にだってしようがドヤムなのかもしれない。ああそうだよ、それはそうだと思う。一ムーは OK ですよ。 D って読みます。どういうこと D D みんなそんなこと言ってるけど結局愛知になっちゃうよと思うよ。結局分かってるんだ私は。直接いざ会ったら愛知なんだよきっと。これなんて読んでたっけ。愛知だと思う。やべえのファンの方とかは呼び捨てで呼んでほしいっていう方いると思うけど、そういうのは私はお願いされたら呼び捨てで呼ばせていただきたいけど、いただきたいっていうか呼ぶけど全然。ファンの方からはまあそうね、違う呼び方がいい。ビスティ以外がいい。千村さんかも。初めて会った時に千村さん、千村さんって呼ばれるのあんまないかうん、ちゃん付けも結構ハードル高いと思うんだよね。愛理ちゃんって呼ぶのも結構ハードル高いじゃない。でも愛知はやっぱ一番愛知しっくりというかあれだよね、みんないけるよね、みんな呼んでるから、みんな呼んでる。愛ちゃん、愛ちゃんね、愛ちゃん、あーどうですかね愛ちゃん小さい頃にやはりお父さんとかお母さんとかに愛ちゃんって呼ばれてた時もあっただよね。小さい頃ね、私が小学生ぐらいの時、その記憶が蘇りますね。この愛知ついた。そうなの？ニックネーム呼び愛知一部タヌチ。名前呼ぶのがハードル高い。メンバー、あ、面と向かって、うんうんうん。大ちゃんありがとう。アイディングを思い出した。なこさん。イリちゃ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 んは呼ばれたことない。イッチ。イッチいない。イッチいたかな。イッチもいいなっては思ったけどね、そう初期の頃イッチもありだったかも。イッチもありだったけどね。お嬢はないでしょお嬢な感じ雰囲気ないよね。私ラッチもないな。ここ久々に行きます。ありがとうございます。ありがとうです。それはとてもありがとう。話がつまらないくらい大丈夫よ。信頼してくれ私のことを。信頼してくれ。
今何時？ああもうこんな時間だ。22時22分か。30分になったら終わろう。30分になったら終わるよ。時間が足りないんだよ。あっという間なんだよね。高貴な呼び方ない？ないかな？ない？ありますかね。枚数多いのでお任せでお願い。にゃ明日シートない。大ちゃんありがとう。荷造りしてないよまだ。これからや。やばい。お宅は何も話さなくても成立するの。やめてよ。でもちょっと話したいことちょっとトークをしようという気持ちを持っていただきたいけど、トークするのが好きだから私。まあでもまあでも、うん、トークしなくてもまあいいけどさ。詰め合う気はちょっと気まずいよ。寝るよ。あり寝ていい。カズヤさんありがとう。あおいちゃんありがとう。荷物入れてくれ。荷物に入れてくれ。おい。引き出し、話題いろいろあります。京都のこととか。いつからでもおしゃべり会の前回からは結構あるんじゃないか。JR 九州出演と なんだ何がどん、あ、オンライン。どんたくありました。6、5月。あ、じゃあ、それ会場行ったわ。嘘。公演。ホークス。今世。京都フェス。うん、公演が多かったんで、もちょっと。まあその前回の会場の時に会えてない人もいるんでね、いろいろ。そうね、いつもね足りなくなるんだよ。大ちゃんありがとう。可愛いしか言えないかも。言いたいことはね伝えてもらえたら、まあ、あのそれで私はよいよ。7月にアイリちゃんと初オンラインする。オンライン初オンライン、アイリとの初オンライン。待ってます。待ってるよ。ちょっと顔を見るのもしたいなと思う時ありますが、あ、それはまあ言ってくれたら、それでもいいならいい。全然私はトークしないで何するの。え、ただただ顔を見せる。やっと明日会いに行く。嬉しい。飛行機、いや窓側じゃない、絶対通路だよあれ絶対。そう、真ん中にされそうでも、もう罪が、話したいことがありすぎて早口言葉でしょ。いける、一枚でいける。大ちゃんありがとう。浩平さんありがとう。シンタスクワトルさんありがとう。これは持ってていい？あ、いいねいいね。着る服はまあ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 、若干
対真ん中よな。何で何喋るか考えておきます。お願いします。大ちゃんありがとう。真ん中の方がトーク回しやすい。いやでも移動中マジであり喋んない人だからあの新幹線とかバスとかまあ飛行機とかでも寝る人です。私寝ちゃう人なんです。久しぶりだよ、ショールも久しぶり。全然寝るのよね私。マラソンね、マラソンの話。あみちゃんありがとう。トーク回す力が湧かない朝は眠いんだもん、眠いんだもんね。アイマスクする系、アイマスク持ってない。ネックピロー持ってない。話しかけ完売するからしたらいい関係ない。ダメ、後輩後輩だから、過ちを犯してる私は間違い。でも席が空いてたらまあ窓側になるかもだけど、席がもう結構満席の状態に近かったら多分真ん中だと思う。真ん中とかだと思う。仕方ない、それはね。グラビアベリーグッドありがとうございます。あ、今無料で見れるんだよね。そう、前回のやつ、あ、前回じゃないか、前々回の時。そう、飛行機ね混んでるもんね。クキオさんありがとう。プレミアムシート、ああチャット残ってて、そうです、そうなり、よし終わりまーす。ではランキングを見ます。前時期ね、13位キロッツさん、12位タータンさん、11位クロちゃんさん、10位ヤシタンさん、9位タカッピさん、8位ヘルシアンさん、7位憂鬱なバラさん、6位チロシさん、5位クニショウさん、4位フォクピグさん、3位アオイちゃんさん、2位カメさん、1位ダイちゃんさんです。フォクピグさんありがとう、いっぱい。松さんありがとう、ありがとうございます。ゆうつなばさんありがとう、達成ありがとうございます。ありがとうだよ、本当に嬉しいです。
とっても。土日お話し会よろしくお願いします。18日はまあたい焼きイベなんで、一応ねギフトを投げてもいいよっていう方は動いてるたい焼きを投げてくださったら嬉しいですでも投げずに大丈夫です。投げずに見守っていただいてても全然大丈夫です。ありがとうございます。皆さんまた明日ね。バイバイ、おやすみ。